こんばんは。なんかすごい流行ってるみたいで、縦型配信とやらが、試しにやってみようと思って。なんかちょっと面白いね、新しいものに触れるって。なんか船長がさ、やってるのを、そう、なんか全体サーバーかなんかで縦型配信がありますよって見て、なんだ縦型配信って思いながら、で船長がやってて、早速初見です。あ、本当に初見さんいるの、これ本物かよ。え、すごい。初見です。適当なこと言ってんじゃねえよ。メンバーシップスタンプついてるよ、あなた見たことあるよ。嘘つかないでください。 FNS から知った子多そう。それ私じゃないな、バカが。それキュートは正義美少女のじゃいやってた人でしょ。それ私じゃないな、母です。え、いや、私さ、びっくりしちゃったよ。あのさ、船長のさ、ところ見たの。嵐のさ、相葉雅紀さん、すごい国民的なアイドル、も誰もが知ってるアイドルよ。がさ、マリー船長って言っててさ、マジでびっくりしちゃったんだけど。その現象さ、スイちゃんの時もあってさ、嵐の、桜井翔さん、星町水星さんみたいな言われてて、なんかすごい時代になったもんだなぁと思うよね、みんな。え、みんな思わなかった？美少女無罪パイレーツがさ、地上波に出るなんて、すごいよ。すごいことですよ、マジで。素晴らしい。躍進してますね、オドライブの。キュートは正義、美少女無罪。美少女無罪パイレーツをテレビの画面で見て、ちっちゃい子が、お茶の間で踊ってる TikTok 流れてきた。かわいいなーって。船長が見たら多分ボス溢れちゃうかも。ボス溢れちゃうと思う。いや、何事もすごかったですな、ほんとに。しかもなんかさ、結婚しとるし。どういうこと？なんか、ペコマリ結婚してるし、よくわかんなかったわ。いろいろ。なんか、ツイッター見てたらさ、もしかしてアクタンのパパって、アクタンの妹？なんかめっちゃ言われてた。なんかすごいことになってた、私が寝込んでいる間に。ね、すごいことになってましたわ。いや、ちょっとよくわかんないですけど。